ピンク。こんばんは。今回はみなみちゃんが来てくれてます。でスタバを飲んでます。いただきました。カフェ乾杯。イエーイ。今日はね、森美ちゃんの素性をバラしたいと思います。すべてのそういうやつ。そう。だってさ、みなみって多分さ、面白いじゃん、喋ると。でもインスタでさ、インスタの写真全部さ、口半開きのさ、なんかさ、ね、アウトしないで。じゃないよ。いつも、ね、自分の決め顔さ、口半開きでしょ。食べてんのはあなただし、そうだからさ、みなみのそのさ、知らないじゃん、面白さをみんな、はい、だからね、質問をね、募集したらね、めっちゃ来てたよ。うわなんか来ましたね、DM でもいっぱい質問しましたみたいな。あ、そうなんだ。みなみオタクみたいな人が多分いんのよ、てか、なんか暗くない顔なんかさ、暗いよね。逆光に、逆光なのかな。違います、ライトの加減じゃん。あ、ここじゃない、ここじゃない。あ、じゃあ遠近法だね。あなたが後ろに行って、あれみたい、あのさ、みちくん、天才子役みちくん。分かった分かった、私がもっとこっちに来ればいいんだ。はいはいはい。で、私もあ、でそう、君もこうやって、そうこうだこうだ。あ、この角度だ。あ、これですね。じゃあ今日は NG ないということで。はい、何でも聞きます。聞いてください。喋れてません。じゃあこれがね、めっちゃ一番多かったんだけど、はい、なんだっけな、なんだろう。あ、なんで出会ったんですかみたいな。あー、マリモさんと。そう、私覚えてないんだよね。私も覚えてない。終わったんだけど。あの、カズタネの読書で G ラブやったじゃないですか。はい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 。あの時話しましたよね、1回だけ。カズタネ、あ、そう、あの、みんなで。でも覚えてないよね、はい、結果。待って、マリモさんの？ヨシキさんのレッスンの時に。私は一方的に知ってて。おう。待って、どこで喋るようになったの？本当に覚えてないです。ね。え、でもカズキの種で一緒になった時はもう知ってたよね。知ってました、知ってました。なんだっけ。一番ダメよ、YouTube で無言。一番ダメよ。じゃあ覚えてないということで。でも本当にカズ種で喋るようになったよね、はい、気づいたらみたいな感じ。あ、そう多分笑いのツボ一緒だから。いや、本当そうですね。何回か目が合う場面があるよね。あの、やってる時ですよね。あ、そう撮影中、うわ、やば、パッて見たら南もこっち見てるみたいなのはあります。確かにタイミングマジで合う時、マリモさんしかいない気が。そうだよね。あれ、やめてほしいんだよね。悪い顔してるから、あれ見ちゃうんだよ。そう、だからそれと、あの、お互いの第一印象みたいなのめっちゃ多くて、覚えてないんですよね。第一印象は、うん、もうそんなはっきりは私も気づいたらみたいな感じだったから、うん、覚えてないんですけど、うん、部類っていうか、そのなんていうんですか、何それ、人種の部類。人種の部類。難しい話。なんか、なんて言うんだろう、こう可愛い系の部類とか、おとなしい部類、人見知りの部類、ギャルな部類みたいなのがあるじゃないですか、人種の、そこまで遠くないかなと思ってたんですよ、私と。あ、はいはいはい。なんかお話ししてる感じとか、テンポとか、笑う感じとかは一緒かなと思ってたから、なんかお話ししたら合うかなみたいな印象です、もう最初はもう。マジで？で、話してみたら、あ、やっぱり大丈夫かも、私いけるかもしれない。え、みなみ今年何歳？26です。6か。あ、7になります。7になる。4個違うんだよね。4個違うと、会う人は会うよね。やっぱりね。確かに。あ、みなみの印象は、めちゃくちゃ吉木さんの生徒って感じ。そうですね。完全に。うん。こういう質問があったよ。これなんて
このエウレカです、ね、エウレカ知ってる人いるのかな。みなみちゃんってもともとエウレカだったんですか。だってエウレカでした。今は、ね、うん、違うらしいです。いろいろ方針、あの向かう方向性がいろいろあって、私でやりたいことがあったので、うん、託しましたね。託しました。あと2人に。今ね2人だよね、エウレカ。ここにいたんですけど、どどへて。エウレカエビチじゃない。あ、違いますか。ギラギラ。エビチは一人です。はい、じゃあ次。はい、次。みなみちゃんのファッション、ダンス、すべて大好きです。ありがとうございます。そういう人は口を半開きにして写真を撮りましょう。夏は気をつけてください。虫が入ります。気づいた虫。あのね、歯にペタッとこう黒いついちゃう可能性あるから。でもおしゃれインスタだよね、なんかみなみのインスタって。おしゃれインスタにさせてますよね。え、すごくない。でもあれ誰が撮ってんの写真。生徒とか。え、すごっ。なんか一緒にいる時に撮ってもらったりとか。ずん前とかに、うん、来るみたいな、今日来るって聞いて、あ、レッスンに、うん、で今行きますみたいななると、うん、ちょっとだけ写真撮ってほしいみたいな。裏側インスタ聞きたくなかった。あ、そうなんだ。あ、じゃあ生徒の子が撮ってんの。撮ってます。超うまくない。でもめっちゃ言いますね。あ、だる、うん、その子は確かにセンスはいいです。あ、センス良くて。いつも違うのその子。いや、ほぼ一緒です。あ、ほぼ一緒なんだ。ほぼほぼ投稿してる写真は同じ子が撮ってて、すごいね、その子めっちゃセンスいいじゃん。みなみの角度分かってんだ。じゃあなんかさ、すごいこうやって自分でタイマーで撮ってるのかと思った。いや、違います。あ、違うんだ。もう完全に撮ってもらってて。すごっ。スタもさ、大事だよね。で、そういう売りにしてんだ、おしゃれ。そうなんですよ。だから、なんかわかんないけど、服はもともと好きなんで、上げていって、うん、自分の好きなブランドとかが声かけてくれるのを目標にしてやってたんですよ。おー、すごいね。で、もらったりとかすることが多くなったのも、なんか頑張っててよかったなと思ったんです。すごっ。私もあげたらくれるかな。はい。あ、そう。はい、あ、じゃあやろう。お願いします。はい、次。はい、次。どこで服買ってるんですかって。あ、いつもどこでお店で買ってるのか教えてほしいです。シェルターが多いですね。あ、下にあったやつ。シェルターってはマウジーとか、はいはい、スライとか、うん、そういう系が入ってるところなんですけど、昔からめっちゃ好きなんですよ。そうなんだ。だから基本ネガギャルだよね。平成ギャル。平成ギャル。スライとかめちゃくちゃギャルじゃん。めっちゃ好きなんですよね。エモだとか。あ、エモだはちょっとお姉さん。ちょっとお姉さんなんで、うん、どっちかというともうちょっとストリートな方も、はいはいはい、ある方が好きなんで、だからスライとかマウジーとかの方が好きで。古着も買いますね、全然。おお、古着、一緒に古着巡りしたよね。しましたね。あの、カズタネの前夜。いいピンクがあったんですよね。いいピンクあったけど買わなかった気がする。あ、買わなかったのか。結局買ってない。買ってないのか。なんか買ってた。あのキャミっていうか、なんていうんですよ、あれ。キャミソールみたいな感じ。あ、そうだっけ。オレンジの。そうだっけ、はい、あ、そうなの。あ、買ってた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 、あれだ、はい、あれ一枚だけ買いました。次、はい、次。カズタネのね、スタッフさんからね、来てる。カズキの種同時出演する際にテロップを紫オアピンクにするか迷ってる。私が、うちらが。ああ。何色が好きじゃ。緑ですね。関係ない関係ない。緑だそうです。確かに緑着てるしね。森なんだ、やっぱ。確かに。あ、そういうこと。え、じゃないんですけど、うん、なんか気づいたら緑が好きで、森じゃんみたいな、いいじゃんそれでみたいな。そうなんだ。なっちゃって。じゃあ、緑です。緑です。私はどうしようかな。ピンク。ピンク。ピンク。確かに、いつもテロップ。確かに。確かに。確かに。なんかテロップ迷ってる時あるなと思いますもん。なんかちょっと、見てて、すごっ。なんか紫の時もあればピンクの時もあって、うん、あ、自分の喋ってる時がやってくださってるんだなって。いや、あれすごいよね。本当にすごい。でもほぼこの送ってくれる人とかさ、うちらってこうカズタネの印象あるから、カズキの種見てる人が多い。あー、やっぱりそうです。そう、その人たちも思ってるのかな、そうやって。次、はい、次。あ、MBTI 何ですか。あ、ちょっと待ってくださいね。MBTI さ、うち過去3回やってさ、はい、3回とも違うんだよね。え、南の当てる。南はね、当ててください。じゃあ何だっけな、あれじゃない、主人公とかさ、エンターテイナーとかそっち系じゃない。私これ意外って言われるんですけど、
ENTP です。 ENTP 何、日本語で何、討論で一緒なんだけど。PK みたいな。で次がなんかリーダーの主人公かな、わかんないけど。で最近やったらそれだったの。ちょっとやだよね。なんかでも当たってて。わかる、当たってんのよ。なんかこういうやつとかちゃんと見た。ネイルの写真が出てきました。ちょっと見てきました。別に興味ないので。文章とか、うんうん、あなた何々に、ねうんうん、当たってるから。わかる。でもこれなのかなみたいな。ね。討論者って嫌だよね。なんかその漢字どうにかしてほしいよね、うん、討論ってなんか論破するやつみたいな感じに見えません？そうだね、好奇心旺盛でって。でもまあ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 素敵な難題が大好き。分からんでもないですね。うん、え、いっそ、え、もうびっくり、撃たれた感じで本当に今撃たれました。腹筋痛いもん、なんかこの近さでね。怖かったよね。ごめんね。確か MBTI を本当に当たるからね、うん、もし好きな人とかさできたら知りたい、知りたいですのではあるよね。このさ、ダンス始めたきっかけとかめっちゃ来るんだけどさ、うん、私はもう何回も動画で話してるから。なんかダンス始めたきっかけは、うん、いとこがやってたんですよ。へえ。いとこが先にやってて、うん、いとこのお母さんがなんか体験で一緒に行ってみないみたいな言われて、うん、私その時本当に興味なくて、うんうんうん、なんか結構その時は内気だったんですよ。で人と関わるのはもう嫌なんて思ったので、うんうんうん、行きたくなかったんだけど、うん、なんかお母さんに行っておいでよみたいなって言ってもらって、うん、いやいや言ってたんですね。で体験した時に、うんまあ、ちょっと楽しくて、うんうん、入ってみようかなと思って入って、我慢がきっかけで。あ、そうなんだ。でも最初は入ったのにめっちゃ嫌だったんですよ、うん、本当に。なんかやらされてるって思いながらやってて。それ何歳の時？小4です。あ、でもやっぱさ、キッズのレッスンとかうちもやってないけどさ、うん、たまにやらされてる感満載の子いるもんね。でもこうなれんだ、すごっ。 でしかもそれも、うん、なんかいわば AKB みたいにセンターを勝ち取ることが結構作品の中で目標じゃないですか。ナンサーも同じじゃないですか、うんうん、ナンバーとかでピックアップされてセンターに立つことが、うんうんうん、この中ですごいことみたいな、うんうん、それは小学校の時もあったんですけど、私その時も発表会出るってなった時に、うん、いやいや出てるから、うん、本当に 今思えば最低なこと言ってたんですけど、うん、先生に南真ん中って言って、うん、こう真ん中にされた時に私また真ん中かよとか言ってマジ嫌われるやつじゃん。自分はいやいややってるから、うん、センターがいいものだと思ってないんですよ。ああ、なるほどね。だからセンターの方が嫌なものと思っちゃってるから、うん、センターかよとか言って、でも周りのみんな、ああ、だからそっからもう嫌われてたんだ。そうですね、今も。じゃあもうその時からセンスあったってことだ、ダンスの。そうです、今思えばそうだったのかなっていう話になるんですけ ど、はいはい、そこからスタジオが変わったんですよ。もともといとこと同じところに行ってたスタジオを変わって、小学校6年生の時に、おうおう、で変わったスタジオで巡り合ったんですよ、その目標にしたいと思って。はい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 、はい、でそこからもうそれをめがけて行ってたら、その方も地元大阪なんですけど、うん、大阪から上京して、その背中を見たから私も上京してみたいな感じで、あのダンサーになりたいっていう。あ、そうなんだ。やらされてる。うん、最低だよね。だいぶ最低ですよ、ね、うん、今思えば。マジ嫌われるよね、そんなの。あれみたいじゃん、ジャニーズとか言っていいのかな、まあいいか。ジャニーズ興味ないけど履歴書送られちゃったみたいな。あ、なんかそんな感じですね。そんな感じだ。じゃあいとこがやっててということですね。そうです。でもそのさ、目標にする先生に出会ってなかったらさ、いないってことだね。いや本当にここにいないし、うん、森山さんと会ってない。確かに。
んなんしてない。こんなんしてない。その人に感謝だね。本当に感謝だ。そっか。だからきっかけってやっぱ人それぞれだよね。いや本当に面白いですよね。うん、なんで続けられたの？いやいやだったのに。なんでですかね。気づいたらもうずっと続いてるみたいな。ああ。他にもやってたんですよ。その習い事とか、はいはい、水泳とかソロ版とか、はいはい、習字とか。ソロ版？習字？え？すごくない？これが？こんなやつ。ジェナリー。ちょっと待って。私のジェントルモンスター。私のジェントルモンスター。ジェナリー。にえなりとか言ってたのに。いちゃなりにえなりそれちょっとふざけてるよね。なりじゃないよ。よかったです、ダンスしてて。そうだね、ダンスでよかった。でこれでそれでこんな上手くなるってすげえな。センスだね。センスさ大事じゃない。大事です。マジでセンスない人っているじゃん。もともとのセンスはね、多少なりとも必要ですよ ね、 すね。あったということで、はい、だということで天からの贈り物ですね。じゃあこれいっちゃうか。何ですか。みなみちゃんは彼氏いますか。ディ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